This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。今日は2月26日土曜日です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。観光業界が新型コロナ対策の全面撤廃を要求しています。 NESDC が経済成長見通しを維持すると発表しました。バンコクは世界のコンベンション開催都市ランキングで6位に選ばれました。タイ人女性では初めて女子スヌーカー世界選手権で優勝しました。それではまず初めのニュースです。観光業界が新型コロナ対策の全面撤廃を要求しています。保健省は今週、新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染者が全国的に急増していることを受けて、新型コロナの警戒レベルを1段階上げ、レベル4に引き上げました。感染拡大の抑制のため、以前のようなロックダウンに踏み切る必要はないとしていますが、警戒レベル引き上げに伴い、国民に対しテレワークに切り替えるよう努力し、不要不急の外出、外国旅行や大人数の集まりを避けるよう呼びかけています。これに対し、タイの南部と東部の観光業者に加えて、タイホテル協会から政府に対し、新型コロナ対策の制限措置を3月から全面的に撤廃するよう求める声が上がっています。タイホテル協会などはこのほど、タイでは新型コロナがエンデミックの状態、つまり新型コロナの感染が深刻な事態ではない状況、例えば集団免疫と季節性インフルエンザの感染力のバランスが取れているような状態に移行しており、タイへの入国者に課している新型コロナ検査を含む感染対策を全面的に撤廃すると宣言するよう政府に求める公開の書簡を発表しました。この書簡によりますと、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、イギリスがすでに新型コロナのエンデミック移行を宣言しているとしています。次のニュースです。 NESDC が経済成長見通しを維持すると発表しました。政府のシンクタンク国家経済社会開発評議会 NESDC は閣僚会議の席で昨年のタイの経済について詳細を報告しました。 NESDC によりますと、2021年第4四半期のタイ経済は前の年の同じ時期と比べ 1.9% 拡大しました。2021年年間では 1.6% 拡大し、 1.2% の当初の予想を上回り、マイナス成長となった2020年と比べ 6.2% 拡大しました。国家経済社会開発評議会によりますと、予想を上回る成長となった要因は、世界的な商品とサービスの需要増加、国内外での新型コロナ対策の緩和、昨年末のタイ入国の緩和措置、さまざまな経済刺激策の効果によるものと見ています。2021年の輸出は 18.8%、 個人消費は 0.3%、 タイへの投資額は 3.4% それぞれ増加となりました。水産、工業生産、卸売販売、小売販売もそれぞれ 1.4%、 4.9%、 1.7% 増加しました。2021年の GDP は16.2 兆バーツ、およそ5060億ドルとなりました。
タイ人1人当たりの平均 GDP は年232,176バーツ、約 7255.5 ドルです。インフレ率は平均 1.2% で、経常赤字は GDP の 2.2% となりました。また今年のタイ経済の成長について、これまでの見通し 3.5 から 4.5% を維持すると表明しました。そして政府が新たな制限措置を導入せずに、新型コロナの変異株オミクロン株の感染拡大の問題を解決できるとの見方を示しました。国家経済社会開発評議会によりますと、今年のタイ経済の成長を支える要因としては、需要の拡大、タイの観光業の回復、輸出増加の継続、公共投資の拡大などが挙げられています。また国家経済社会開発評議会は、今年はタイの対米輸出が 4.9%、 民間消費が 4.5%、 民間投資が 3.8% 成長するとの見通しを示しています。観光業の回復で外国人観光客の数は今年550万人に達すると予想されています。次のニュースです。バンコクが世界のコンベンション開催都市ランキングで6位に選ばれました。オーストラリアに拠点を置くコンベンションミーティング業界のコンサルタント会社ゲイニングエッジ社がまとめた国際コンベンション開催都市競争力指数の最新版によりますと、コンベンションを開催する都市としてバンコクが2020年の世界ランキング8位から2021年には順位が6位に上昇しました。国際会議コンベンション協会の年次報告によりますと、このランキングは2017年から2019年にかけて国際会議の開催数が最も多かった101都市を分析したものです。国際コンベンション開催都市はインフラ状況、交通、物流、専門家コミュニティ、目的地としての魅力、ミーティングプランナーやオーガナイザーのコストなどを比較しランク付けされています。2021年のコンベンション都市トップ10は、パリ、ニューヨーク、シンガポール、北京、東京、バンコク、ロンドン、バルセロナ、イスタンブール、ワシントンとなりました。アジア太平洋地域ではシンガポール、北京、東京、バンコク、香港、上海、クアラルンプール、ソウル、マカオ、バリがトップ10に選ばれています。バンコクのランキングが上がった理由は、バンコクへ国際会議や展示会を招致する自撃策を導入するとの決議結果を受け、コロナ後を見据えてその準備を進めていることなどが評価されたとみられています。バンコクでは6月23日から25日にかけて2020年世界女性サミットが開催され、9月には新しく生まれ変わるクイーンシリキッドナショナルコンベンションセンターのお披露目も予定されています。シリキッドコンベンションセンターは今年11月に開催されるアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議の会場としても予定されています。バンコクの魅力を強化するため、TCEB タイ政府コンベンション&エキシビションビューローは2022年3月下旬に、新型コロナパンデミック中に行われたバンコク内の施設やアトラクションの新開発を紹介する国際ファムトリップを企画しています。ファムトリップは海外の旅行関係者へ観光情報を提供し、自国のメディアで旅行情報や旅行商品を取り上げてもらうよう働きかけることです。2021年国際コンベンション開催都市競争力指数では、これまでの評価項目に加え、衛生、競争優位性、差別化など新たに3つの要因も加味されています。韓国ではさらに順位を上げ、多くの国際会議や展示会を誘致していきたいとしています。次のニュースです。タイ人女性では初めて女子スヌーカー世界選手権で優勝しました。3年ぶりの開催となった女子スヌーカー世界選手権がイギリスのシェフィールドで2月11日から14日にかけ開催されました。今年ミンクことムチャルット・ウォンガルタイ選手がベルギーのチャンピオンウェンディ・ヤンス選手を6対5で下し、タイ人女性で初めて世界チャンピオンとなりました。ミンク選手はイングランドのレスリー選手を4対0で
初戦を勝ち、次にイングランドのマリア選手を4対2で下し、準々決勝へと駒を進めました。準々決勝では過去3度の優勝がある香港のヌン・イー選手を4対3で破りました。準決勝ではイングランドのレベッカ・センスを5対1で破り、波に乗ったミンク選手は決勝戦でウェンディ選手を6対5で下し、女子スヌーカーの世界チャンピオンのタイトルを獲得しました。この優勝にプライト首相は対ビリヤード協会を通じてお祝いのメッセージを寄せています。政府はスポーツのあらゆる面を重要視し、スポーツは心と健康な体を育てるので、タイの人々にさらにスポーツを奨励していきたいと述べました。プライト首相は今回のミンク選手の活躍は家族の支援によるもので、タイ政府はこのような機会を増やしたいとして、タイビリヤード協会を含むコンテストへの参加をサポートする準備を進めると強調しました。タイ人選手が活躍すればタイの評判を上げ、危機の時にタイの人々にとって良いニュースになるとして歓迎しています。またプライト首相はミンク選手は22歳と若く勉強にも励んでほしいと呼びかけました。プライト首相はタイのスポーツ局にタイ人に吉報をもたらせてくれたと感謝しました。ビリヤードだけではなくあらゆるスポーツをサポートし、アスリートのスキルを継続的に促進および開発し、このような嬉しい知らせをもっと聞けるよう関連機関に協力を呼びかけました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.